土曜の夜にお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ コッチのサタデーナイトレディオのお時間です。今夜も DJ コッチが皆さんのお悩みをリスナーと共に解決していくよ。提供は毎日のともにおなじみクリメリックマロウスキーでお送りいたします。さあみんな、コーヒーとドーナツを用意して長い夜を乗り越える準備はできたかい？すでにたくさんのお便りをみんなからいただいているよ。それじゃあ早速1本目、ラジオネーム匿名希望さんからのご相談。突然の連絡失礼いたします。普段はラジオを聞いていないのですが、最近不可解なことが起こりまして、誰にも相談できずにいたところ、このラジオの存在を知りまして、メールを送りさせていただいております。どうか解決できることを祈っておりますと。はい、どんな内容なんですかね、ちょっと気になりますね。ということで早速この方と電話をつないでみたいなと思います。それじゃあ佐藤君よろしく。ああ、はいはいはい、ありがとう。あ、もしもし。お便りありがとう。サタデーナイトレディオの DJ コッチです。お便りをくれた匿名希望さんで間違いないかな？はい、間違いないです。どうもありがとう。それで早速だけど、お便りにあった不可解なことっていうのは一体どんなことだい？それなんですけど、まあ普通に暮らしていたんですけど、なんか突然近所の人が全員なんか変わっていたんですよね。つまりそれはどういうことだい？僕安いアパートに住んでるんですけど、左右のお隣さんがなんか急に知らない人に変わってて、で同時に大家さんも知らない人に変わってたんですよ。それは偶然同時に引っ越したとかではなく？そんな引っ越しするような物音もしなかったですし、なんか変なんですよ。なんか近所のコンビニも急に見たことのないものに変わっていて。それはまたおかしな話だ。ちなみにコンビニはどういうふうに変わっていったんだい？なんか一番近くのがセブンイレブンだったんですけど、なんかジェイソンマートっていう知らないコンビニに変わっていて。ジェイソンマートが近所なんて最高じゃないか。あそこの弁当はこっちもよく利用させてもらっているよ。そもそもジェイソンマートっていうのをよく知らなくて。おいおい、冗談だろ。日本で住んでいてジェイソンマートを知らずにいる方がハードな話だぞ。もしかして君は地方に住んでいるのかい？いや、東京ですけど。なんかセブンとかローソンならわかるんですけど、ジェイソンマートっていうのがよくわかんなくて。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。そのセブンとかローソンっていうのがまず何なんだい？セブンイレブンもローソンもコンビニですよ。セブンイレブンもローソンもこっち初めて聞くな。なんかのゲームの話かい？いや、セブンイレブンとかローソンこそみんな知ってるはずですよ。もしかしてファミリーマートとかも知らないんですか？聞いたことがないな。どこか地方のお店の話かい？いや、東京っていうか全国規模のコンビニの話なんですけど。なかなか面白いことを言うリスナーだ。もっと詳しく話を聞かせてくれよ。そうですね、まず友達とか知り合いも急にいなくなってて。友人関係にも問題あるようだ。なんか街の形とかは変わってないんですけど、なんか中身がとにかく全部違ってて変なんですよ。急に都市開発でも起こったのかな？いや、多分違うと思うんですけど、僕高一 TV って名前で YouTube やってたので、少しは自分のこと知ってる人はいるかなと思って。ちょっとちょっと、ストップストップ。まずその YouTube っていうのは何なんだい？新しいチューインガムの話かい？ああ、いや、ネットの動画サイトなんですけど。こっち聞いたこともないな。25歳にしていよいよおじいちゃんになっちゃったのかな？ああ、それで街に出たら声かけられたんですよ。ちょっとカバンの中身をいいかなって。職質じゃないです。それがこのラジオを知ったきっかけでもあったんですけど。どうやら僕のリスナーが宣伝してくれているようだ。そこで DJ コッチーさんですかって声をかけられたんですよ。ああ、そっくりさんの登場だ。それで DJ コッチーで調べたら、なんか僕とウリ二つの顔の人がラジオ DJ やっていて。それじゃあ君は僕のそっくりさんで困ってるっていうのが悩みだったのかい？いや、そうじゃなくて、同一人物なんですよ。生年月日も1996年の5月29日生まれで。ほう、これまた熱心なファンだ。こんだけ言っても分かんないですか。じゃあ両親の名前は？おっと、そこまでだ。熱心なファンからのお電話でした。メールいただいております。ラジオネームアシュラゾー。セブンイレブン？ああ、知ってるよ。僕の持ってるマロウスキーのことだね。またマロウスキー自慢が始まったよ。それじゃあそろそろここで一曲、小田切仁義でパラレラーズ。悲しみと全てを引きずり回しながら進む雨音も呼ぶ声も